着いたな。では小説の私塾を探すぞ。うむ、待っていろユイ、ライダー。かいか、セバ通れるか。無理だな。尋常の壁ならまだしも術の壁は難しい。結界を張るとなれば先に小説その人がいるやもしれん。しかし進めない。何としてもこの壁を抜けねば。狼藉者、姿勢を。ほう、ユイの手先か。これはどうだ。避けるなよ。もらった。小説先生が御ためにここは通さぬ。震えよミラノ衆。残念だった。これはどうだ。こっちだ。待っていろ。ここだ。よけるなよ。終わりだ。どうせこうって。あらて、次から次へと欲も出る。なんたる邪魔。ユイの本拠はすぐそこだぞ。ぼやくな、セイバー。倒し続ければいずれ尽きる。待てより、ここは一度引くが得策じゃ。じいさん、どうした。必死祭は後だ。リーチの魔力がいる。急ぎ浅草で霊脈につなげ。36系逃げるに近づか。セイバー戻るぞ。じいさん、結界を突破する手立てはあるか。なくもないが難しいじゃろう。あれは腕の立つ術者が時をかけて構築した代物。伊織では単純に力量が足りん。霊地の魔力を多く得ていれば。あるいは、ではいずれかの霊地を狙うか。そうだな、霊地力を集めつつ他の道を探す。となれば霊脈に接続せねば。浅草に戻ろう。向かうべきはそこではなかろう。俺は俺のなすべきをなそう。揺るがぬ血のごとく受けてみろ。避けるなよ。鋭き水の流れのごとくもらった。
うむ、私あっての勝利だな。ああ、そうだな。ほう、周囲の奨励値を全て抑えたことで囲いの中まで掌握できたぞ。このやり方ならしらみつぶしに回る手間が省けるな。こちらを攻めてはどうじゃ。なんじゃと、ここにまで結界が。用意周到だな。他の道も怪しいが、当たるしかないか。こちらを攻めてはどう。始まったか。身が脈動。私の力で。こちらを攻めてはどうじゃ。より新手だ、気を抜くなよ。おお、こちらにも結界が隠されて。どうやらここは術が甘いようじゃ。これまで集めた霊知力があれば破れるかもしれんぞ。いずこかの地を抑えれば結界を破る。頼む、セイバー。待っていろ。言われずとも分かっている。また一つ強くなれたか。うむ、背後の奨励地に敵。なんだあやつら、どこから湧いたのだ。分からん。武士のようだが術者か。霊地とのつながりを断たれてはまずい。私が引き受けよう。待て、さすがに遠い。イオリが抑えた霊脈の上を私は風のごとく駆けられる。たちまちあちらにつこう。イオリは私に合わせて動け。我らが地。頼む、セイバー。任せておけ、イオリ。片付けてきてやったぞ。手早いな。もう終わったか。ふふん、当然だ。さあ、時が惜しいぞ。解く行こう。破れる結界があるようじゃ。見事なものじゃ、より。すでに霊地での戦い方を心得ておるな。これ以上時をかけるのはまずいぞ。今のところ敵の姿はないな。このまま進めるといいが。かいか。行かせぬぞ、宮本より。小説の配下か。奴があの怪異どもを従えている。面倒だが分かりやすくていいな。行くぞ。Thank you.
番だな。私に続け、より。聞いたか。潔く引くものだ。この先に罠でも仕掛けてあるんだろう。みすみすハマりに行くのは嫌だな。によりああ、一度引き返そう。見ろより、何かある。敵が落としたものか。じいさん、わかるか。どれ見せてみよ。分かったぞ。その中には霊地に呼応する術式が込められておる。おそらく霊地をめぐる争いに備え、奴らの主が用意したのじゃろう。なるほど。連中、これを用いて俺たちを襲ったか。霊地争奪を大いに助ける霊装じゃ。仮に援護霊装とでも呼ぶとしようかの。お前が持っておくとよい。起動の手順はたやすいし、すぐにでも使えるぞ。柳原土手は罠か。この道も封じられている。他に神田へ通じる道はないのか。先ほどの援護霊装とやら使わぬのか。面白いことが起きるやもだぞ。セイバーは前のめりじゃのう。しかし、悪くないやもしれん。はっきりとは分からんが、その霊装、移動にまつわる術が込められているようじゃ。霊脈がつながっておる他の生霊地へ素早く移動できるかもしれん。もしや先ほどの敵、同様の術を使って現れたのか。おお、うまく霊装を使ったの。これまでわしが指導してきた甲斐があるわい。よりこたびはここがよかろう。おお、霊知力で結界を破ったか。よう集めたのう、よりはあ、遠回りだが、こちらから神田への道を探そう。小石川から会議、その手の魔力を有した霊地ということか。伊豆子家の地を抑える。本当にこちらでいいのか。神田とはだいぶ方角が違うようだぞ。神田上水というものがある。水路を用いて
寛大に入れないかと思ってな。水脈は霊脈に通ずるとも言う。おそらくは小霊地が連なっておろう。お前の思うままやればよかろう。これ以上時をかけるのはまずいぞ。ごきげんよう、イオリ様。また会いに来てくださると信じておりました。アリア、貴殿は先ほどあの怪異を魔力の流れを断ちましたのよ。私には上野から魔力供給がありますもの。私戦うことはできませんけれど、霊脈を使ってイオリ様をお助けしますわ。霊地に紐づいての限界であるゆえ、斧が霊地から伸びる霊脈に力が及ぶのじゃな。だけどこの前はあまりに物のけが多くって、上の近くの小霊地が全部奪われたり。それは難儀だったな。はい、そうなのです。でもこうしてイオリ様にお会いできたのですから、難儀した甲斐がありましたの。夜が明けてしまうぞ、イオリ。ああ、いや、その言い方が意地悪だった。すまな。急ぎ小石川へ行かねばならぬので、あまりゆっくりはできぬぞとイオリに釘をな。え、そんな、イオリ様、私に会いに来てくれたのではなかったの？すまないアリア、外せぬ用向きがあるんだ。まあそうなのですね。一緒には行けませんけれど、せめて私の思いを受け取ってくださいまし。もしもアリアに会いたくなったら、上野を通る霊脈に接続していただければ、イオリ様の呼びかけに応えてすぐにでも会いに行くと約束いたしますわ。ありがたい。その時にはぜひ頼む。はい。ん？何かあるな。この池上野の忍ばずの池、ここには大蛇が出るという噂があるが。大蛇か。わしがお前なら、破れる結界があるようじゃ。我らが地、敵に狙われておるぞ。セイバー、いけるか。あ、戻ったぞ。私の敵ではなかったな。頼む、セイバー。任せておけ、イオリ。と片付けてきてやったぞ。破れる結界があるようじゃ。小説の手先がいないと良いが。
怪異が闊歩している。セイバー、ここは怪異をも配下とするマスターの拠点だ。剣を抜け、より。てめえらどうやって入って。敵か、やっちまえ。てめえらここが誰のねぐらか分かってんのか。まったく命知らずな奴らだぜ。命知らずはどちらかを教えよう。押し切る。残念だね。味わうといい。見物とは。ここの主は随分と臆病なようだ。味わうといい。私に続け、より。避けるな。戦を楽しんでるじゃねえか。何の話だ。とぼけるなよ、宮本伊織。ここは貴様の拠点だったか。それでどうする。語らいに来たわけでもなし。そうだね。それじ
始めるとするか。俺はチエモン、せいぜい喜べ。ここも地獄だ。助かった。パス。気を散らしている場合か。次から次へとキリがない。ならばここは未だ潜み続ける奴らの視界を叩くの先決か。
気取られたか。浅はかな強者とも。お前の腕試してやろう。チッ、俺の邪魔をするな。残らず散りといたしましょう。当たりはしない。先ほどはすまなかった。今さらながらに痛感した。俺は弱い。俺自身が思うよ。ずっとだ。まあ確かに君は弱いって思う。だって余分が多い。戦う者として優しすぎる。あまり無理をするな。カヤを泣かせることになるぞ。油断したな。受けてみろ。よかったな、ユリ。敵の居所を見つけ出せとは言ったけれど、ちゃんと義理を果たしてくれるなんて、こっちの伊織くんもしっかりしてるじゃない。師匠、武蔵、なぜここにいる。荒ごとの気配がありましたので。それよりも強敵揃いで頭数足りてないんでしょ。その蛇の親玉、私がもらいます。お嵐のように過ぎ去っていったな。まあいい、奴は武蔵に任せよう。ああ、ランサーを追おう。うむ、行くぞ。それじゃサクッと片付けましょうか。気の塊バーサーカー、短期を選ぶはよらば味方をも殺すがゆえか。まさか、こちらの私のマナ弟子わけなく切るはずもなし。詰まるとこ私のわがままです。邪魔者なしで強敵と切り合いたいってね。無駄よ。死ぬ。
ほどね。真っ向勝負。ひらめいた。早く発目ください。ラム天満大自在天神、この一刀こそ我が空洞、我が生涯、イシャナ大戦勝。覚悟、なるほどね。自在天神、この一刀こそ我が空洞、我が生涯、イシャナ大戦勝。今宵は侵入者にことかかんな、なれば長いは無用。逃げ足の速い。ははきっと名打てのアサシンね。まあ今はこれにて満足としましょう。伊織君たちは生きてるかしら。ライダー、いえセイバーですか。いかにも悪鬼の共柄よ、潔く撃たれるがよい。あれはライダー、いやあるいはセイバーか。主を持たぬハグレのようだが、すさまじい気迫。狙いはランサーか。好都合だ、利用してランサーを仕留める。
きは闇を招く。そして闇を払うは我が役儀。マスター、死をもって命じる。本物の地獄を見せてやれ。召喚ゾロン菩薩。オンアロリキャ。クラム、ペイ、エトランジェ。借りるなら36系逃げるにしかずだが、さて、より、人はあまりに脆く、あまりに弱く、そしてあまりにも周りにも。